イメラジオ第5406回、今日は令和5年8月16日水曜日です。時刻は午前10時、横浜港北、夏の朝ですね。お盆も過ぎて少し暑さも緩んできた頃、空が少し高くなってきました。さて、今回は天国と地獄、この映画をお話しいたしましょう。黒澤明監督です。私のアレンジでお届けいたします。私は戸倉警部、神奈川県警に所属している。その私のところに権藤金吾から捜査の依頼が来たのは1963年昭和38年の8月のことだった。私は急いで権藤邸に行ってみた。それは横浜の三沢の丘の上にある豪邸で、聞けば権藤金吾はナショナルシューズという大手靴メーカーの常務取締役。戸倉警部、よくいらしてくださいました。権藤が出迎えた。和服の玲子夫人も一緒である。そばには青木というお抱えの運転手も不安そうな顔で立っていた。警部、私の息子純が誘拐されたみたいなんです。え？犯人から昨日の夜電話かかってきまして、それで3000万円を出せと言ってきたんですよ。3000万円ですか。私は思わず部下の鈴木と顔を見合わせた。で、その後犯人からの、いや、ありません。ところが警部さん、犯人から私の息子を誘拐したという、そういう電話があった後、うちの純がちゃんと家にいる。あれ、ただのいたずら電話か。そう思ったら、なんとこの運転手の青木、この青木の子供が見当たらないじゃありませんか。それで今警部さんたちをここにお呼びしたわけなんです。お抱えの運転手青木は沈痛な表情で立っていた。夏の朝、私たちは広い権藤邸で、この事件をどう考えたらいいのか考えていたその時、リリリリン、電話が鳴った。私たちは皆顔を上げた。リリリン、幾度か鳴った後、権藤さんが電話を取った。もしもし、権藤だが。子供を間違えた。これは運転手の子供だけれど構わない。権藤さん、あんたが払うんだ。3000万、この子の命があんたにかかっている。わかるね？おい、お前何の目的なんだ。この子はもし金が手に入れば無事に返してあげる。無事な証拠見せろ。お父ちゃん、お父ちゃん、
新一、運転手の青木が思わず駆け寄った。新一、大丈夫か？お父ちゃん。さ、これで分かっただろう。子供は無事だ。権藤さん、3000万分かったね。それを君にどうやって？まあ焦らないで。またその話は次の電話で。ごきげんよう、権藤さん。ガシャ、電話が切れた。どうやら権藤さんの息子純と運転手青木の新一は同じ家に住んでいて、一緒によく遊んでいた。犯人はその運転手青木の息子新一を権藤さんの息子純と取り違えて、そして誘拐したらしい。けれど犯人の方でもそれに気づき、ただしそれでも支払うのは権藤さんだという。旦那様、お願いします。今までは息子に何かあってもそう思っていましたが、今の新一の声を聞いてもういても立ってみられないんです。これから一生どんなことがあっても旦那様にこのお金を私が払います。どうか3000万円お願いいたします。運転手の青木が言った。そして彼は泣きながら土下座した。それを見下ろす権藤金吾。青木、やめろ。旦那様。青木、お前もこの家で住み込みをやってるからには薄々は分かっているだろう。わしはナショナルシューズの経営権を獲得するために今株を密かに買い占める予定なんだ。常務の分際でわしの株の取り分は 13% しかない。けれど今5000万円この小切手がある。この小切手を来週大阪に持っていけばナショナルシューズの株が私の取り分として 53% になる。これであの会社を私は手に入れることになるんだ。いいか青木、これまでずっとわしはナショナルシューズのために働いてきた。戦争の間を抜けたらずっと工場にも立ってきた。旦那様、よく存じております。この小切手を大阪に移して、そして株を買い占めなければ今度はわしが一文無しになってしまうんだ。わかるか？旦那様、新一をお願いします。新一を。あなた、私はもう一回貧乏になっても平気よ。レイコ、何を言うんだ？しんちゃんのこと助けてあげて。あなたは見捨てるようなことができるそんな人じゃないわ。何を言ってるんだお前は。貧乏のことも知らないくせに。無一文だぞ。構わない、私はもうこんなところにも住めなくなるぞ。平気よ。何もこんなところに本当は住みたかったわけじゃないの。一晩考えさせてくれ。警部さん、今日のところは。わかりました。私と鈴木は権藤邸を後にした。翌日も私たちは朝早くから権藤邸に詰めた。やはり午前中、リリリン、犯人からの電話がかかってきた。もしもし、権藤さんですか？金は払う。どんな風にすればいいんだ？慌てないでって、権藤さん。
あ、カーテン閉めてますね。誰かそこにいらっしゃいます？誰もいないよ。証拠に、じゃあカーテンを開けよう。私は部屋の陰に隠れて見守った。ゴンドウさんが大きな窓のカーテンを開けると、電話の相手は、それでこそゴンドウさんの家じゃないですか。夏の今、こっちはうだってるんだけれど、ゴンドウさんのところは冷房が効いて涼しいくらいじゃないですか。君は何が言いたいんだ。あ、お金のことでしたね。3000万円用意できますか。用意する。やはりゴンドウさんはそんな人だと思っていました。どこで君にこのお金を渡せばいい。ゴンドウさん、まずその3000万円を1万円札3000万円にして、そして7センチのカバン、幅が7センチのカバン2つに分けて入れてください。ぴったりはまるはずです。わかった。幅が7センチのカバンだな。そうです。そしてそのカバンを持って、明日の朝11時5分発横浜発の特急こだまに乗ってください。明日の朝の11時発特急こだま。そこで君にこのカバンを渡すというのか。それは明日になってわかりますよ。ゴンドさん、頼みますよ。幅が7センチのカバン2つ、そこに1万円札3000枚を入れて、そして特急こだまに置いてください。お待ちしています。そこで君は、明日になればわかりますよ、ゴンドウさん。電話が切れた。私と鈴木は駆け寄った。ゴンドウさん、やむを得ない。この小切手を3000万円に直して、そして明日の朝特急こだまに乗ろう。幅が7センチのカバンを2つ、買ってこなければ、青木、買ってきてくれ。はい、旦那様。やがて運転手の青木がカバンを2つ買ってきた。7センチだ。権藤さんが銀行に行って、東京銀行で紙幣を揃えてきた。犯人が言った通り、その3000枚は7センチのカバンにぴったり収まった。警部さん、あなたは明日、もちろん張り込みますよ。権藤さんと同じ客室に私たちも座っています。大丈夫です。わかった。翌日、ゴンドウさんと私と鈴木は横浜駅朝11時発の特急こだま東海道本線に乗り込んだ。特急は早い。みるみる街が過ぎていく。戸塚、藤沢、茅ヶ崎。そうすると車内にアナウンスが聞こえてきた。ご乗車の権藤金吾様、ご乗車の権藤金吾様、電話室へお越しください。お電話が届いております。権藤さんが急いで電話室に行った。私と鈴木はバレないようにその客室に座ったままだった。やがて権藤さんが戻ってきて、そして私にメモを渡した。そのメモにはこう書いてあった。
尾川、酒川を通る時の鉄橋で洗面台からカバンを落とすように進行方向に向かって左側の洗面台、そのメモを見て私と鈴木は急いで洗面台に走った。洗面台の窓がちょうど7センチ開く、そんな構造だった。私と鈴木は目を見合わせた。犯人の知性に舌を巻く思いだった。私は急いでメモに、洗面台の窓は7センチ開きますと走り書きして、客室に戻り、そっと権藤さんに手渡した。やがて特急こだまは神津駅を過ぎ、権藤さんが立ち上がった。そして洗面台へ向かった。私と鈴木は客室からカメラとそしてビデオを回して鉄橋の様子を映した。権藤さんがカバンを2つ投げ下ろしたようだ。思わず駆け寄る麦わら帽子の男、そしてそこには新一と女。特急こだまは一瞬で酒川を通り過ぎ、私たちは客室で目くばせだけをしてその場は終わった。やがて犯人からの電話、リリリーン、もしもし、権藤さん、ありがとう。あなただったらちゃんと現金で渡してくれる、そう思っていました。で、新一は、子供は、この前酒川川で女が新一君を連れていたね。今から車であの場所へと向かってくれ。そこに新一君は無事にいるから。運転手の青木が思わず顔を上げた。新一、運転手の青木、そして鈴木と私、車を飛ばして酒川川の土手へ向かった。そこに犯人が言った通り新一が立っていた。お父ちゃん、新一、その光景を見て私も鈴木も涙を抑えられなかった。権藤さんのしたことは正しかったけれど、これで権藤さんはもう会社を乗っ取るあの計画が不意になったばかりか一文無しになってしまう。私たちは捜査班を組んだ。鈴木も一緒だ。私は言った。いいか、権藤さんは一文無しになったんだ。その代わり新一君は救われた。このまま権藤さんを一文無しにしてはいけない。全力で捜査に当たるんだ。まずは車から。犯人が新一を誘拐するのに使った車は盗難車だとすぐに分かった。その盗難は事件の前日に盗まれていて、ほぼ間違いなく犯人が使った車だった。トヨペット59年型。そして、その新一が、つかの間、囲まれていた、その部屋。その部屋からは、富士と太陽が見えた。富士と太陽。
そして私たちは新一にその家から見えたその景色を描いてもらうことにした。すると新一は富士の絵、そして陸の絵、海、太陽が沈むところを描いてきた。こんな風景が見えるところはどこだ。湘南ですな。ただし湘南の広いですよ。藤沢、逗子、鎌倉。うん。やがて私たちは権藤邸にかかってきた電話の情報から、犯人は三沢の高台にある権藤邸を見上げるような公衆電話から電話をかけていたことを類推した。朝の9時でうだってるんだ。朝の9時に直射日光の当たる公衆電話、それは3件しかない。このどれかから犯人は権藤邸を見上げながら電話をかけていたに違いない。そして朝の9時ここにいるということは、犯人の家もそれほど遠くない場所と思われた。やがて盗難車に付着した水から、その水に魚の要素が含まれていることが分かった。その魚はカツオとアジ。湘南のあたりでこんな魚の水たまりができるような魚市場じゃないですか。鈴木が言ってきた。湘南に魚市場なんかあるのか。調べてきます。やがて鈴木は、警部、ありましたよ。腰越に魚市場が。腰越の魚市場、行ってみよう。私たちは腰越の魚市場に行ってみると、この辺には水たまりがいっぱいあって、魚の血液とか溶けてますね。犯人は車でここを通ったに違いない。そして犯人からの電話、子供を誘拐した後かかってきた電話に電車の音が背景に聞こえていた。その電車にシュッシュッシュッ、こんな音が入っていたのだ。この音は何だ。神奈川のあの辺りで電車といえば、小田急線、東海道本線、そして江ノ電しかなかった。私が腰越の辺りで聞き込みを続けていると、ああ、そのシュッシュって音ですか、刑事さん。それね、江ノ電ですよ。あの江ノ電って普通の電車のパンタグラフと違ってポール使ってるもんだから、あの通り過ぎるときにシュッシュッシュッって音が出るんですよね。江ノ電だったか。犯人は江ノ電の近くに新一を隠していたに違いない。新一が描いた絵、富士と、そして陸地、沈む太陽、こっからだと江ノ島が見えますね。鈴木が言った。この新一くんの描いた絵の陸地は江ノ島じゃないですか。いや、島になってないじゃないか。確かに。私たちはもう一回腰越の魚市場に行った。あの、何回もすいません、この辺りでこんな風景が見れるようなところ、あ、これだと高校前の駅の上ですね。高校前？鎌倉高校ですよ。鎌倉高校のあの坂を登っていったところからは
こんな風に江ノ島が見えますね。あ、ありがとうございます。私と鈴木は直行した。すると確かに新一が描いたあの風景、江ノ島が島ではなく陸に見え、富士が見える。今度は誘拐された新一をその場所に連れて行った。すると、あ、おまわりさん、僕ここにいたよ、この家だよ。私たちはある別荘の使用人の家の前にいた。私たちは呼び鈴を鳴らしたが返事がない。入ってみると家の中に男女一人ずつの泣き姿があった。どちらもヘロイン中毒だった。腕には無数の注射針の跡があり、ヘロインの中毒者であることは明らかだった。ただし、ヘロイン中毒者なら、なんでこんな死に方をするのか。私たちは早速鑑定に依頼し、そして物証を取り始めた。その別荘の使用人の家からは、250万円分の札束、そしてヘロインを溶かすための水、そしてメモに殴り書きで、すべてカタカナの薬をくれないとこの金を使ってしまうぞ。この証拠から私たちは主犯がこの男女二人を亡き者にしたと断定した。やがて二人はショック死であることが分かり、体内からは高純度のヘロインが検出された。通常ヘロインはブドウ糖に混ぜて使用し、だいたい純度 30% のものを使用する。それに慣れている中毒者がいきなり高い純度のものを使用すると 100% 近くになってくるとショック死をすることがある。ただしこれを知っている者は相当な医学の知識があるものと推定された。主犯は相当な頭の持ち主だ。私は自分に言い聞かせた。近藤さん、250万円帰りました。まだ全然追いついてないんですけど、とりあえずお金が。あ、これでも助かります。ありがとうございます。で、共犯者が見つかったってことは、犯人の手がかりは。徳良警部どうでしょう。それが近藤さん、振り出しに戻ったみたいなもんなんですよ。もう共犯者が生きてさえいればそこから割り出せるんですけど、もう死んでしまった以上は。そうですか。早くお金が返ってこないとこの家も競売にかけられてしまいますね。やがて私と鈴木は一計を案じた。知り合いの新聞記者数名を集めて極秘にこんなことを頼んだ。新一君の誘拐事件は新聞でもそれまで大きく報道され、そして権藤さんが自分の立場を危うくしてもお金を出したということで世間の注目も集まっていた。まずラジオ担当者にはラジオで何回も権藤さんの人気が高まっていること、そして嘲笑うような犯人の電話だったが今笑われているのは犯人の方であること、これをラジオで繰り返し流すように依頼。そして新聞記者たちには鎌倉高校の
あの別荘の使用人の二人がまだ生きていて、そして彼らが自供を始めた、そういう記事を嘘の記事として流してもらうこと、これを依頼した。これで犯人は動き出す。実は権藤さんが二つのカバンでお札を詰めていた時、私は鈴木と一緒にその中に特殊な薬剤を混ぜていた。その薬剤は水に溶けると強烈な悪臭を出し、そして火で燃えると強いピンク色の煙が出る、そういう薬剤を混ぜていたのだ。あのカバンが役に立ってくれないか。やがて私たちは医学に心得のあるもの、そして浅間町に住んでいるもの、そして声の調子からまだ20代の男性、これを割り出した。そしてもう一回新一君に今度は犯人の似顔絵を描いてもらった。おまわりさんできた。新一が描いてきた絵には黒いサングラス、そしてマスクを着た男。このおじさんがずっと僕と一緒にいた人だよ。これではわからない。とその時鈴木が、徳良警部見てください、この左手。新一君が書いていた犯人の左手には包帯が巻かれていた。よし、有力な手がかりだ。やがて捜査も進まなくなり、私たちが権藤邸で次の対策を立てていた時、権藤さんの息子純君が、お父さんお父さん見てよ、桃色の煙が上がってるよ。え、桃色の煙。私と鈴木は思わず窓に近寄った。すると小金町のあたりの焼却所からはっきりと桃色の、よし、犯人があのカバンを処分したのだ。私たちは小金町の焼却場に直行した。あ、おじさん、昨日か今日で、ここに廃品持ってきた人いませんか？ここにはいっぱい持ってくるよ、みんなが。どんな人を持ってくるんですか？うん、医学部の人多いね。坂東町に医学部あるだろ？あそこから、その、医学の廃品をこっちに皆さん持ってきてらっしゃるんですよ。へえ、一大の。で、昨日か一昨日で、なんかカバンっぽいもの持ってきた人知りませんか？あ、若い人が来ましたね。若い人。どんな感じの？まあ、見た感じ、ここによくいらっしゃるインターンっていう感じの、インターンの人がね、よく教授に言われて、廃品をここに持ってくるんで、そんな感じの人だったかな、と。ありがとうございます。私、鈴木は、一大医学部の附属病院に張り込んだ。従前病院だ。そして、白い服を着た教授、そして彼の後を続いて歩くインターンたち、それをしらみつぶしに待合室で観察した。すると、鈴木が、警部、あの男。ゆっくりと階段を上がっていく、その若いインターン、白衣を着た。その男の左手に、包帯が巻いてあった。私たちはじきにその男が竹内銀次郎という名前であり、
一大医学部を卒業したインターン。そして住所は西区千元町。彼のアパートはちょうど公衆電話の候補地から近いところにあった。この男で間違いない。よし、では早速。いや、鈴木待て。近藤さんはもう無一文になる覚悟で今戦ってるんだ。今この男を逮捕しても誰も死んでやしない。あの腰越えの男女二人はこの男が殺したかどうかの証拠がないんだ。でも警部、あの二人はヘロイン中毒者で、このあの二人のカルテをこの竹内銀次郎が書いてるってことまで我々突き止めたじゃないですか。物的証拠がないんだ。あの男が知らないといえばそれまでなんだ。このままだと捕まっても竹内は15年も経たずに出てくる。どうするんですか。確か新聞記者にはあのヘロイン中毒者二人が生きているような記事を書かせておいたよな。もう一回竹内に連絡を取らせるんだ。どうやって。竹内にもう一回役をくれないとバラす。そのメモを渡すんだ。誰が。ヘロイン中毒者になりすませ。私がですか。お前がだ。やがて鈴木はいかにもヘロイン中毒者の格好になってヨレヨレでやってきた。おし、いいぞ。そして明日一大の附属病院で何気なく竹内にこのメモを渡せ。役をくれ。役をくれないとバラすぞ。鈴木が指示通り竹内に翌日そのメモを渡した。それを見張る私。竹内は急いで鈴木の後を追いかけようとしたが、もう鈴木は走って逃げていった。竹内はこのメモがてっきりあの二人からの伝言だと思い、よし、ここからだ。鈴木行くぞ。はい、警部。その夜、竹内は小金町の繁華街に行った。ここは無国籍の、そして猥雑とオタクが入り混じる横浜の一番汚いところだ。ヘロイン患者も一目でわかる者があちこちにいた。竹内が来ましたよ。鈴木は私に囁いた。私たちは車の中で張っていた。竹内は花屋でカーネーションを一本買った。あれが売薬の目印だな。やがて竹内が小金町の店の前である男とすれ違い、そしてその男から何か手渡されるのを私たちは見逃さなかった。よし、竹内が薬を手に入れた。尾行だ。それから私たちはあの腰越えの別荘の使用人の家に行った。やがてピンポン、呼び鈴が鳴った。俺だ、薬を持ってきたぞ。外から竹内の声が聞こえる。中から私がドアを開けて、竹内、お前は死刑だ。竹内は青ざめ、そして逃げようとすると向こうから鈴木が。逃げようとしても無駄だ。鈴木は銃を構えていた。竹内は持っていたヘロインを自分の口の中に入れようとした。私と鈴木は二人でそれを阻止した。ここでこいつに死なれてはたまらない。権藤さん。
これが2748万円です。全部返ってきました。ありがとう。でも少し遅かったようだね。え？この家はもう競売にかけられて。私は辺りを見渡してみた。高級な置き時計もテーブルにもすべて競売の札が貼られていた。まあ一文なしには慣れていますよ。ここからまたスタートですな。若くもないんだけど。権藤さんは応用に言った。運転手の青木が声を立てずに泣いていた。竹内銀次郎、教会士の面会は断り、しかし権藤さんとだけは会いたいという。私と権藤さんは竹内銀次郎の面会に行った。暗い面会室、権藤さんが前に、私が後ろに座った。やがて面会室の向こうのドアが開き、刑務官二人に両脇を連れられて竹内が入ってきた。竹内は両腕を振りほどくようにして権藤の前に座った。そして足を組んで権藤に笑顔を見せながら、権藤さん、お久しぶりですね。借りありませんか？わしの家は競売にかけられたよ。競売に？それはお気の毒です。でもな、ナショナルシューズに負けないようなそんな靴工場を目指そうと思って、もう一回一から始めることにした。あ、権藤さんさすがです。わしに工場を任せてくれるっていう人が現れて、まだ小さな工場なんだが、もうあのナショナルシューズの売るためだけのあんな靴とは違う。わしがもう一回自分の手で作る、そういった靴をあの工場で作り始めようと思ってる。とっても嬉しいです、権藤さん。で、君はなぜ私をここへ呼んだんだ？聞けば、教会士との面会も断っているのに、なんで私に話すことがあるというのかね。権藤さん、権藤さん、私が死刑になって嬉しいでしょ。何を言うんだね。いや、本当そう思ってるならそう言ってくださいよ。私は嘘の優しい言葉よりは本当のきつい言葉の方が似合ってるんです。権藤さんは私が死刑になって嬉しいんですよね。なぜ君はそんな風にいつも私と君を対立し合うもののように考えるんだい？わかりませんね、権藤さん。私には自己分析の趣味なんかありませんから。けれど浅間町のあの三条のアパート、冬は寒くて寝られない、夏は暑くて寝られない、そんな時毎日見上げているあなたのあの豪邸はまるで天国のようでしたよ。そうです、地獄から見る天国だったんです。いつしかあの家をずっと見ているうちに、私の中で権藤さんへの憎しみが湧き起こり、そしていつしかその憎しみが生きがいになっていった。いや、幸せなものを不幸せなものがいじめるっていうのは、これは権藤さん、少しばかり面白いものがありましたね。君はそんなに不幸せだったのかい？私にここで自分の不幸な生い立ちを懺悔しろとでも言うんですか、権藤さん。まっぴらごめんですね。
ただし、あの三条のアパートだけじゃない。私がこれまで生きてきた、その一瞬一瞬が地獄だった。幸い、お袋も去年死んで、もう私が死刑になっても誰も悲しむ者がいない。これが唯一の今慰めですね。そうそう、権藤さん。権藤さんはさっきなんで自分を呼んだのか、私にお聞きになりましたね。それはですね、私が泣きながらピーピー叫んで、そして死にたくないと言いながら、そんな姿で死んでいったと権藤さんに思ってもらうのが耐えられないからですよ。そうですよ。私は死刑なんて何にも怖くないんです。権藤さん、私の手が今こう震えてますよね。これずっと独房にいるとこういう抗菌症状っていうのが起きましてね、私決してこれ怯えて震えてるわけではないんです。権藤さん、信じてください。私は決して竹内はしばらくすすり泣いた。権藤さんは黙っていた。やがて竹内が急に立ち上がって、うわぁ権藤さん、うわぁ。刑務官が後ろのドアから入ってきた。竹内を無理やり捕まえていった。権藤さん、夢ラジオ、今回は黒澤明監督、天国と地獄、私のアレンジでお届けしました。